どうでしょうか、先生、今試合が始まりましたけれども、この2つのチームは今まで、はい、圧倒的な点数で勝ち上がってきた2チームです。そうですよね、はい、予選1位と2位のチームがそのまんま、はい、今のところの政策に当てて、ウェブラはまず、近くの手前にあるものから取る作戦を用意しています。まずはユニットキューブでしょうか。こちらを3番目で2つ目でね、このチームウェブラはちょっと改造していて、もしかしたらこのチームに今までものを掴んでというような力が詰まっていくことがあります。見てる人たちもすぐに分かりづらいですけど、ハンスのところは独自の技にやって改造しています。ウェブラボはドリッパーという先端のつなぐところも改善しますよね。ウェブラボは、ウェブラボが一番最初ドリッパーの正しい場所に出たので20分かかっています。で、インコリードですけど、そうですね、今スカーンだと思ってしまう一戦に来てしまう、これよく分かる間違いです。審判だけなんで下がってもらってます。あー、惜しい。あれはオレンジでしょうか。そうです、丸いもので安定しないんですごい難しい。で、響きの飛行機、一番大きいオブジェクトです。すごい難しいオブジェクトですよね。これ今までみんなが失敗してた一番大きいオブジェクトに挑戦して、素晴らしい。もうアームが震えてますブルブル、もう重いです。あ、成功です。でも残念ながら正しい場所ではなかった。正しい場所ですね。正しい場所、すみません。あ、飛行機があそこで起きたんですね、じゃあ大正解ということです。これはもう一進一退、いい勝負、いい勝負ですね、はい、両チームが何度かそうですね、積み立てたりして同じものもであるんですね。全く同じですね。そして2つ両チームとも大成功いたしました。このキッチンアイテムがあって赤いボックスに入れたいと思うんですが、おじゃん、あ、入れてきた、あ、入れてきた、あ、入れてきた、最後の一番最後の動きやすいな、もうちょっと動きやすいな、ソリアプリが何かあるこの中に、Thank you.